皆さんこんにちは。本日は整髪料のマーケティングに関してお話ししたいと思います。まあ整髪料といっても特にポマードなんですけど、ちょっとこう髪型見ていただきたくて、もともとは僕はずっとジェルを使ってたんですけど、まあここ最近知り合いにポマードをおすすめされて、ポマードもらってからポマードを使ってるんですけど、結構ポマードいいよねっていうのと、まあ自分が髪切るとき結構バーバーで切ったりすることも多くて、まあ、その時に使ってもらったのはポマードだったりしたんで、なんかこれを広めたいなみたいなことをやや思いまして、でポマードって日本全体てか男子しかほぼ使わないですけど、の整髪料のシェアの大体 1% ぐらいらしいんですよ。で日本は9割が、ワックスで 9% ぐらいがジェルで、残りの 1% がスプレーとかポマードみたいな感じらしいんで、まあ、はっきり言ってポマードなんて全然売れてないと。で一方でクリスティアーノ・ロナウドとか海外のサッカー選手とかってこうツヤツヤでオールバックみたいな感じになってるのをイメージつくと思うんですけど、前のはほぼほぼポマードで、例えばヨーロッパだと整髪料のシェアの7割5分ぐらいがポマードみたいな。で、US、アメリカでも、まあ、ポマードの率が半分ぐらいみたいな感じで、日本っていうのはなぜかポマードがあまりこう広がっていない国であると。まあ、これは多分ワックスのマーケティングがすごい上手かったっていうことの裏返しなんですけど、じゃあ改めて自分がもしね、ポマードメーカーだったとしたら、どうやってこのポマードを流行らせるんだろうかっていうのをね、ちょっと考えてみたいというふうに思います。僕が使ってるポマードマジでおすすめなんで、これマジ宣伝でもなんでもなく、一応概要欄に載せておきます。っていうか、まあ、ここに画像出しておくか。まず、誰がやるかって話はありますよね。つまり、例えば僕が使ってるポマードは、多分そんなになんかお金持ってるでかい事業者体がやってるやつじゃないんですよ。厳密に知らないですけど。だから広告予算とか、販売チャンネルとか限定的なんですよね。多分 Amazon と自社サイトで売ってるぐらいなんじゃないかなっていう感じなんですよ。一方で、ワックスとかって、例えば中野スタイリングワックスとか、アリミノとか、ギャッツビーとか、全部基本はドラッグストアとかで売ってるじゃないですか。廃棄されてるじゃないですか。で、そうやって裏にあるのがマンダムだとか、資生堂だとか、まあ、でかいところがやってるから、まあ、そういう風な感じになるわけなので、まず、誰がやるのか、どれくらいお金持ってるのかっていう話に分かりますね。で、今回、誰目線で話すのが分かりやすいんだろうな。正直さ、個人がさ、ポマード流行らすなんて無理じゃん。まあ、確かに。その、ポマードを入らせたいみたいな、日本のシェアを1%から10%にしたいとか言ってるのに、個人じゃ無理だからさ。まあ、ある程度金持ってる前提にしましょうか。ので、ちょっと個人商店はお断りということで。もし、それなりに資本を持ってるところが、部屋整髪料に参戦するならっていうことで。って考えると。それ、あれなんですか、うん、もう、全く絡みなくてもいいですか、その業界に。いいよ。部屋業界とかもなし。いいよ。むしろ、ポマードで一緒に市場に参戦しようっていう方募集。僕もお金出します。僕もお金出すんで一緒にやりましょう。で、まずね、何個か考え方はありますね。何個か考え方あって、まあ一つ目はよく言うと夫婦の話なんですけど、誰から取ってくるのかでね。つまりなんかワックスユーザーを狙うのか、併用してもらうのか、完全なニューユーザーを狙うのかとか、まあ、ここら辺がこれちょっとやや風の話とも違う、やや戦略的な話もあるんだけど、まあここら辺がまず気になるよね。整髪するっていうこと自体は、まあ結構どれぐらいの男性がしてんだろう、ちょっと調べてくんない？なんか僕の感覚的には、まあ、でもなんだかんだそんな身だしなみに気使ってるやつって多くないから、まあ 50% ぐらいじゃないですか。成人男性の 50% ぐらいがこう、整髪してると思うんですけど、ってなった時にこの、全然整髪普段はしてないような、やっぱ。マジで、全体で 49%。これが僕のセンスですよ。これが俺の力だ。まあいいんだけど。まあいいんだけど。要は今、整髪してない 52% の、まあ言ってしまえば、そんなに身だしなみにこう、タイトじゃない人に対して、いや、イケてる大人になりませんかみたいなことで、完全なニューユーザーを狙うのが良いのか、でもワックスユーザーとかに、ワックスの代替品として使いませんかっていうのか、それともなんかこう、デートの時はバチッと決めて、仕事の時はワックスでとか、そういうこう、併用で行くのか、みたいな。まあここら辺が、戦略の話でもあり、風の話でもあるよね。で、ここに紐づいて、じゃあ、これちょっと、A、B、C みたいな感じでしょうか。Watt の話がありまして、多分これ どのディレクションでもね、あるんだよね。で、まずこういう新規事業やろうとか、新商品出そうって思ったら、これは僕が知らない中でやってるんで、ちょっとあれなんだけど、まずこういう、じゃあ A だったら、どんなコンセプトの方向性があり得るか。例えば、ワックスユーザーを狙うとしたら、A で行く場合は、ワックスとの違いを分かってもらうことじゃん。違いって言ってるけど、ワックスよりいいところだよね。例えば、一番いいと僕的に個人的に思ってるのは、がっちり固まることでね。あと、僕が個人的にいいなと思ってるのは、ツヤが出ること。ツヤが出ることでがっちり固まることから関連して、清潔感が出ることかな。まあ、俺が清潔感あるかどうかは別としてね。みたいなところと、あともうちょっと、よく言われているところでいくと、洗い流しやすいから、何がさらに良いかっていうと、髪に優しいんですよ。ワックスって大体まあ、どれくらい使ってるかにもよるけど、シャンプー2回ぐらいやる人多いじゃないですか。2回ぐらいやるよね。シャンプーとリンスですね。
ああ、え、でも洗い流しでさ、シャンプーで1回目泡立たないから2回やったりしない？あ、しません。だから先リンスやるんです。ああ、じゃあ、あれってそもそも髪ってあんまり洗いすぎない方がいいって言われてるのに、日本人って朝シャンして夜2回ワックス洗い落としてみたいなことやってるから、結構髪ダメージ与えてんだね。まあ、みたいなことがないんで髪に優しい。あと残ってるワックスが残ってる状態で寝るのとかってあんま髪に良くないでしょ。化粧落としてないのに寝てるみたいなもんだから、まあ、みたいなことがあり、じゃあここら辺のどういう要素がこの現状のワックスユーザーに刺さるのかみたいなことを、まあ、調査したり何々したりみたいな。で、これと同様のことを B とかでもやっていくわけですね。これちょっと今完全に今アドリブで考えてるんで、ちょっとあんまり詳しくないんですけど、併用してもらうってなったら、これどっちかって言ったら、じゃあなんで併用するのかって言ったら、オケージョンの問題だと思うんで、仕事はポマード、遊びはワックスとか、いい気分の時は何々で、下がってる気分の時は何々。例えば、女性のリップとかって多分色とか使い分けるじゃないですか。だからなんか多分、クライアントに会う時に真っ赤で行くのもなーっていうことだけど、仕事、プライベートで自分だけの気分を上げたい時は赤いリップにしましょうとか、まあそういうのあると思うんで、まあそういう感じの方向とか考えてみるとかね。で、この大前提にあるのは、じゃあなんで仕事はポマードなのって言うと、がっちり固まって清潔感があって仕事ができるやつに見えるからとかさ。遊びはワックスってのは、ワックスってのは基本的にこう、遊びを出すために使うもんなんで、まず大前提で言うと、ポマードってのはこう、がっちり固まって、ワックスってのはこう、束感とかこう、遊びを出せるっていうのがいいところなんで、まあそういうことをするとかね、っていう感じ。で、ここら辺のこう、仮説を作ってきまして、ここまでは、あくまで、市場のというか、まあもちろん消費者に会うべきだし、話すべきだし、まあ僕だったらここからまあ、実際に、ポマードユーザー、ワックスユーザーに話して、この A と B と C のディレクションでそれぞれセグメント切って、コンセプト何個もぶつけてってどれがいいかなみたいなことをやると思うんですけど、で、一番最後、一番重要なのが、Who、What と来て、まあ一応 How と書くけど、Go to Market ですね。Go to Market っていうのはまあ要は店頭のことなんだけど、これどうやって売るかっていう話ですよ。で、まあでも、やっぱポマードのシェア上げたいって言ってんだから、正直、あれやな、もう廃下するしかないと思いますね、これは。廃下or完全 EC なんですけど、僕だったらこっちやるかな。多分その、なんとなくこっちやる気がする。なんかこれはなんか、もしかしたら EC だけで成功させられる人もいるかもしれないけど、僕はなんかオフラインに廃下しちゃった方が早いような気がするし、そういうロジックでなんかこう、氷に持ってって新しいアングル出せるんじゃないかな、みたいな気がするんで。で、じゃあ、オフラインの廃下ってなった時に何が重要なんですかっていう話をすると、小売からすると、つまり松本清とか、トゥルハドラッグみたいなところからすると、なんでわざわざワックスから変えなきゃいけないのって話なんで、まず売れるんですか売れるんですかっていうのと、利益率いいんですかっていうのと、あと、市場拡大に貢献するんですかって、ここがね、ドライバーなんですよ。例えば、ワックスユーザーからスイッチングしますっていうのを戦略の狙いにしてるとするじゃないですか。と、小売からすると、じゃあ今まで、アリミノ買ってた人が、あなたが出すポマードに入れ替わるんですね。って話なんですよ。まあそういう売り方をするわけね。なんかよくワックスでもツヤ感が出るワックスとかあると思うんで、あれからのスイッチング狙いますみたいな話をすると、小売からすると、それって別に、うちからすると、アリミノからポマード、御社のポマードになってるだけだから、売り上げ上がんないんですよねって、ま、至極まっとうじゃん。なったら、今確実に売れてるアリミノの方が安心感あるんですけど、みたいな話になると思うんで、そしたら、いや違うんですよ。単価が高くなるんですとか、もしくは、いや、こっちの方が利益率がいいんですとか、まあ、もしくは、まあでもそうだね、もしくは、こう、ワックスっていうのが、ワックスの市場っていうのが、こう、上から 20SKU ぐらいあった時、ここまでしかほとんど売れてなくて、実は、下位の SKU は売れてないんで、ここは変えても売り上げには問題ないので、新しい商品入れた方がいいんですよとか、まあそういうなんかこう、セリングを持っていくわけですね。もしくは、併用してもらうみたいな話だったら、これ置いてもらえれば、ワックスユーザーの10人に1人が、ポマードという、併用することになるんで、単純に考えて売り上げ 1.1 倍になりますよって言われたら、それは美味しいよね。多分オフラインに配下するっていうことを大前提にするんだったら、実はこの戦略の B か C が説明はしやすい。ただ C ってこんだけさ、マンダムも資生堂も、まあ、どこのメーカーもさ、あんなに頑張ってワックス市場って広げてるわけじゃないですか。あ、ちなみになんで日本がワックスが流行ってるかって、あのキムタクがワックスで、あの茶髪のロン毛でっていう感じになったのがでかいらしいですよ、調べると。で、やってるのに、その日本人の 52% は整髪してないんですよね。ってこと考えると、ポマードメーカーが一後発ブランドとして後から入って、できるかなっていうと、ちょっと自信ない。正直僕は自信ない。その、今もう寝癖ボサボサで通ってる人に使おうぜ。しかもポマードいきなりハードボイルドに。ちょっときついような気がするから、ちょっと自信ないよね。ってなると、なんかこう、ここの廃下戦略ともマッチして考えると、正直ワックスユーザーからスイッチングするっていうのはややストーリー弱いから、やっぱここなんじゃないかなみたいな話になるよね。併用してもらうっていう戦略でいきます。で、併用してもらうっていう戦略でいくんだったら、仕事と遊びの使い分けなのか、気分による使い分けなのかみたいなことをコミュニケーション戦略の真ん中に置きます。ポマードは仕事用の何々だみたいな感じのコミュニケーションになったり、プロダクト、ポジショニングになったり。ってなるとさ、まぁ、あ、ちょっとこれ全部は作れないんだけど、こう、例えば、
仕事とプライベートと何とかと何とかなった時にマックスがここら辺にいてポマードがこことかなんかそういう話とかもなんかできそうだしっていう感じで多分併用を狙っていくのかな。あともう一個あった、これオフラインオア完全 EC オア美容院ブランドにしちゃうっていうのもあるね。基本ポマードってバーバー文化なんで、まあ美容院でも売ってるのがあると思うけど、美容院は基本やっぱワックス売ってると思うんですが、まあとはいえ別に美容院もバーバーも本質的ななんか機能は変わらないんで、美容院向け専売ブランドとしてポマードを出していくとかっていうのもまああり得るかな。でもまあ本当にシェア取りたいんだったらオフラインだろうね。オフラインっていうのはロフトハンズ、ロフトハンズプラザ、ドラッグストアだろうね。チャンプどこで買うんだろう。ドラッグストアっす。ドラッグストアだよね。チャンプぐらいだったらドラッグで買うよね。あとコンビニとなんか特定のコンビニと組んで、コンビニ専売ブランドとかして出してもいいかもしれないけどね。まあみたいなこと。で、これがまあ今はパーッとやってるんで、まあ大した前提知識もなくバーッとやってますけど、これのまあ50倍ぐらい詳しく精緻にちゃんとデータを取りながら、まあ2、3ヶ月でやっていくよっていうのがまあ、いわゆるマーケティングなのかなっていうふうな気がしますけどね。で、我ながら書いてて、ちょっと全くアドリブで取る直前まで何も考えてなかったけど、売れそうだね。なんといっても、諸外国では売れてるっていうのがでかいよね。あと自分が使ってて、あのフォーマードいいなって自分的に思ってるから、どうなんだろうな。艶出したくないのかな、日本人って。どうなんですか、出せるってありますけど。ああ。なんか、どうなんだろう、なんか。濡れ髪とか言いません。ああ。そうだね。なんかさ、バーバーのさ、串でこうやってやってる感じがさ、なんかややこっぱずかしいみたいなの多分あるんじゃないかな。わかんないけど。なんか、あそこまで出すのちょっと自信ないのかもね。そうだね。まあ、でもこの、洗い流しやすいとか、髪に優しいとか、意外にね、多分ポイントだよね。この、逆にこの、併用してもらうみたいなモデルにするとしたって、じゃあなんで仕事はポマードなのとか、なんで遊びはワックスなのみたいになった時に、ここら辺はその、RTB として出てくるはずだから。でもやっぱり、最後はこっちがないと売れないから、がね、最後はこっち勝負だから、結局こうやって考えていくと、なんかすごいさ、こう Who, What, How ってこう一個決めたら次が決まって、次が決まったら次が決まってってやってるように思えるかもしれないんですけど、これマジ完全な誤解で、 Who, What, How は全部オプションとしてテーブルに並べてスタディした上で、結局どこがビジネス上一番重要なのかってなった時に、このビジネスだったら最後売り場がすごい重要になるでしょ。だってどんなにいいコンセプトだって置かせてもらえなかったら売れないかってなったら、じゃあここも成立するようなフーとワットのコンビネーションはどれかみたいな考え方をしていくんで、実はなんかフー、ワット、フーってこう順番に決まっていくんじゃなくて、全部同時にテーブルの上に置いて、このフーだったらこのワットになってこのハウになるよね、このフーだったらこのワットになってこのフーハウになるよねっていうので進めていって作っていくものかなと思いますよ。でオフラインに配下するんだったら、まあそれこそテレビ CM 検討するとか、もっとこう話題にしなきゃいけないから、PR プラン的なものを考えなきゃいけないし、完全 EC でやるんだったら、完全 EC でやるんだったら全然ワックスユーザーでやってもいいと思うけど、まあ絶対そのハウのそのコミュニケーションの広告のところも全然やり方変わってくるよねみたいな感じになると思うんで、ということで僕が最近ハマっているポマードに関して、ポマード市場を広げるための発想、あ、で、ごめん、今話してた中に、じゃ実際市場が 10% までなるのかみたいな、この何数字のパーセンテージは出せてないけど、それはこういうユーザーがどれぐらいいて、そこがどれぐらい取れるコンセプトなのかっていうところから計算するものなんで、今日は取れないんですけど、そこの定量化もまあちゃんとした上で最後やるやらないの判断はできればいいんじゃないかな。もしくは1店舗で今ワックスっていうのは100個売れているから、もしこれのうちの10個が売れるようになればいいよねと、10個売れるっていうのは3日に1個売れればいいよねみたいな、そんなこととかでも考えられるんじゃないでしょうか。じゃあ見ていただいてるポマード市場に参戦したい、そこそこ大きいトイレタリーというか、まあ企業の皆様、コラボレーションして一緒にポマードを作りましょう。よいしょ。